どうも、スケコムです。チャンネル登録、よろしくお願いしますね。今回はマウスコンピューターが販売するゲーミング PC のフラッグシップモデル、G12TZ をお借りしたのでご紹介します。主なスペックをご紹介すると、CPU は Core i9-10900K を搭載。GPU は RTX3080、メモリは 32GB です。販売価格も税抜き299,800円と、まさにハイエンド。以前、パーツ構成がほとんど一緒の XNZ というモデルもお借りして動画でもレビューしたんですけど、ETZ は高級感たっぷりなフルタワーケースに 240mm ラジエーターの水冷 CPU クーラー、さらに DVD スーパーマルチドライブを標準搭載しているのが特徴です。価格は XNZ の方が安いので、ハイエンドスペックをコスパよく手に入れたいなら ETZ より XNZ の方がおすすめです。ゲームのフレームレートという点で比較すると、パーツ構成がほぼ同じなのでほとんど差はありません。果たしてフラッグシップモデルはどれだけの実力を発揮できるのか、人気ゲームをプレイしてフレームレートを検証しました。では早速ご覧ください。まずはフォートナイトをプレイ。最高画質と低画質、それぞれの平均フレームレートを検証した結果がこちら。低画質は 3D 解像度だけ 100% に設定して検証した結果です。最高画質でも180前後のフレームレートを出せるのは素晴らしいですね。マップや戦闘状況によって大きく変動しますけど、低画質なら300を超える場面もちょいちょいあるので、360Hz に対応したゲーミングモニターが欲しくなります。Apex Legends の最高画質と低画質でプレイ。最高画質でも200前後のフレームレートを出せました。低画質なら240前後をキープ。ガチ勢の方も納得できる性能です。PUBG は最高画質で200前後までフレームレートが伸びました。Valorant はグラフィックが軽めなので、最高画質で250前後でした。ちょっと画質を落とせば300以上を余裕で狙えます。Rainbow Six Siege は最高画質で300以上をキープできました。そこそこ古いゲームですからね、今となってはめちゃめちゃ軽いです。ここからはレイトレーシングに対応したゲームのフレームレートをチェックした結果をご紹介します。Call of Duty はレイトレーシングがオフなら最高画質で190前後のフレームレートを出せますが、レイトレーシングをオンにすると120くらいまで落ちます。100以上をキープできるなら十分優秀ですけど、見た目がほんのり変わる程度なのでレイトレーシングはオフでいいと思います。ウォッチドッグスレギオンはグラフィックが激重で、RTX3080 ですらレイトレーシングをオンにするとフレームレートが60を下回ります。アクションジャンルのゲームなので、40以上をキープできれば実用上はほとんど問題ありません。サイバーパンクはレイトレオンの状態で60以上をキープできました。ウォッチドッグスレギオンもそうですけど、レイトレの有無で映像の見た目が大きく変わるので、多少フレームレートが落ちてもレイトレはオンがおすすめです。続いて、高解像度モニターで検証した結果についてご紹介します。モンスターハンターワールドアイスボーンフル HD、WQHD、4K、それぞれ試した結果がこちら。WQHD と 4K では DLSS をオン、ハイレゾリューションテキスチュアタックもオンにした状態でテストした結果です。4K でも60以上をキープできるのはさすがですね。大画面でプレイしたら迫力すごいですよ。サイバーパンクも解像度別にフレームレートを再チェック。レイトレーシングをオンにして検証した結果がこちら。さすがに 4K では60を下回りました。おおむね快適にプレイできますが、4K だと画面によって若干カクつきます。4K でもヌルヌル動かしたいなら、レイトレは少し調整した方が良さそうです。続いて、VR ヘッドマウントディスプレイの Oculus Quest 2を専用ケーブルで繋いで、VR ゲームを快適に動かせるかも試してみました。ハーフライフアリックスはグラフィックがかなり重いですが、最高画質で快適にプレイできました。ビートセイバーはパソコンなしでも動かせる軽いゲームなので、何の不具合もなくサクサク動かせます。VR ゲームで遊びたい方にもおすすめです。ここからは Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。最高画質に設定した Apex Legends を 1080p、60fps の設定で配信と録画を試したところ、何の問題もなくスムーズに配信できました。
ゲームのフレームレートは若干落ち込むため、気になるならグラフィック設定を少し落とした方がいいです。エンコード設定はハードウェアがおすすめですが、CPU がとても強力なので、ソフトウェアエンコードでも問題ありません。配信はハードウェアエンコード、録画はソフトウェアと分けてもいいですね。ゲームによって CPU や GPU の負荷が変わるので、最適な設定を見つけましょう。キャプチャーボードをつないでスマホゲームの配信も試してみました。PUBG モバイルの配信を試したところ、こちらも 1080p かつ 60fps でスムーズに配信と録画ができました。スマホゲームやコンソール機の配信は GTX1660 スーパーとかでも十分こなせるので、ちょっとオーバースペックですね。ということで今回はマウスコンピューターが販売するゲーミング PC、G12TZ の実力をチェックしてみました。Core i9 と RTX3080 が搭載されたフラッグシップモデルということもあり、文句のつけようがない性能です。フル HD ならほとんどのゲームを最高画質でヌルヌル動かせますし、高解像度モニターや VR、ライブ配信も余裕でこなせるモンスターマシンですね。唯一ケチをつけるとしたら、買いたくても買えないということ。この動画を作っている時点では在庫切れになっていて、いつ頃在庫が復活するのかさっぱりわかりません。マウスコンピューターに限らず、今は業界全体で RTX30 シリーズの調達に苦戦しているみたいで、まともに買えるようになるまで少し時間がかかるかもしれません。RTX3080 を搭載したゲーミング PC を狙っている方は、しばらく我慢しましょう。その他各種ベンチマークの詳しい結果やマウスコンピューターのセール情報をレビューブログに掲載しています。概要欄に URL がありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。では今回の動画はこれで以上です。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。Twitter もやってますので、ぜひフォローしてください。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。